先生、いい評価を得てますよ。さあ、もっともっと、もっと新しいネタを書きなさい。もっと書きなさい。もっと。おお、これは面白いですね。どうもありがとう、ありがとう。自己紹介します。私は宇宙の帝王フリーザです。よろしく。決まった。そしてこちらがバンバンバンの鳥山明です。ボカンボカンボカン。いや、お前がエネルギー弾を出したっていい。作者なんだから、全てを考えるのはこっちなんだから。そうですよね、バンバンバンです。お願いします。お願いします、うん。突然なんですけども。どうした。週刊少年マガジンで連載を持ちたいなと思って。いや、週刊少年マガジンはいい漫画雑誌だ。鳥山先生の漫画が読めるのはジャンプだけじゃなくたっていい。セイントセイヤもチャンピオンでやってるぐらいだ。そうですよね。じゃあ今から僕、編集部に漫画を持ち込むので、うん、編集部やってください。編集部をやればいいんですね。悪くないですね。あの持ち込みに来ました鳥山明です。どうも。漫画をお米粒に書いてきました、うん。いや、米粒に書いてきたっていうことはとても器用だ。いや、ちょっとなんで米粒に書いてくるんですか。やっちまった。いや、やっちまったということを認められるのは人徳があるということ。長期連載に必要なのは人徳だ。そうですよね。時を戻そう。あの持ち込みに来ました鳥山明です。どうも。はじめの一歩って漫画を書いてきました。いや、もうあるけど、たまたまアイデアが被っただけかもしれない。被ったことを責めるのはやめよう。鳥山先生、はじめの一歩という漫画はあるんですよ。あ、知ってますよ。いや、知ってでも書いてくることはとても悪質なことだけども、このネタを YouTube でアップしている私たちが言えたぎりではない。時を戻そう。あの持ち込みに来ました鳥山明です。どうも。アイドルのグラビアを撮ってきました。いや、鳥山先生がグラビアを撮ってきたっていい。漫画家がグラビアを撮る時代がもうすぐそこまで来ている。テニプリの作者なんて自分で歌を歌っている。そうですよね。時を戻そう。あの持ち込み落ち込み消費税込み。どうしちまったんだ。持ち込み落ち込み消費税込み。適当なボケでも処理するのが俺の仕事だ。持ち込み落ち込み消費税込み。無理なことは無理と言おう。時を戻そう。いや、先生が戻したってもいい。いや、編集部が移動してるっていうことを聞いてなかった。漫画の申し込みできました、うん。あの漫画をですね、USB に入れてきたんですね。直接書いてきました。いや、米粒よりは見やすいけどって。ちょっと、さっきから一体何をやってるんですか。もういいよ。いや、先生が終わらせたってもいい。どうもありがとうございました。